利府町の商業施設でパラスポーツの体験イベントが開かれ、買い物客がボッチャに挑戦しました。イオンではパラスポーツの体験を通じて心のバリアフリーへの理解を深めてもらおうと、2018年から全国36店舗で体験イベントを開催しています。利府町のイオンモール新利府ではボッチャのミニゲーム体験会が行われ、買い物客や障害者支援施設の利用者が挑戦しました。ボッチャは的となる白い球に赤、青、それぞれのボールをいかに近づけるかを競うもので、訪れた人はボールを交互に投げ合って楽しんでいました。指先の感覚、腕の力の感覚、目で見てたよりもなかなか繊細で難しい。テレビでちょっとこれ見たことあるんですけど、オリンピックで。でもなんか実際にやってみたら結構熱くなって楽しいです。地域の共生社会を実現する、そういったところを目的としておりますので、例えば障害を持った方とかそうでない方も一緒に触れ合える場っていうのをこのイオンモールで作っていきたいと思っておりますので、来年度も県内のイオンで体験イベントを開催する予定です。